女優の石原さとみが2日に配信リリースされるゆずの約10ヶ月ぶりとなる新曲「夏物語」のジャケット写真に登場。2004年発売のシングル「桜木町趣味の幅夢の地図」以来17年ぶりにゆずのジャケット写真を飾った。石原は2004年発売のゆずに10枚目のシングル CD「桜木町趣味の幅夢の地図」のジャケット写真に登場し、桜木町のメガボルトにも出演。今回の新曲「夏物語」が桜木町のアフターストーリーとして描かれていることから、ゆずサイドから石原ジャケット写真出演をオファー。石原がそれを快諾し、今回17年ぶりの出演が叶った。ゆず新曲「夏物語」は桜木町のアフターストーリー。「夏物語」は2004年に発売され、ファンから根強い人気を誇る楽曲「桜木町のアフターストーリー」を描いた作品。切ないピアノの旋律を中心に構築されたソリッドなバンドサウンドと、ゆずの特徴であるアコースティックギターと2人のエモーショナルなハーモニーが融合。曲中には桜木町のイントロやメロディ、手を振るよといった歌詞など、桜木町の楽曲が随所にサンプリング。過去を振り返りながらも未来を見据え前に進んでいく横浜を舞台にした切ない夏のラブソングとなっている。ゆずオンラインライブで新曲初披露。夏物語は先日開催されたばかりのオンラインライブ、ゆずオンラインライブ2021ゆずタウン、オールウェイズゆずタウンの初日公演で初披露。事前にゆずの公式 SNS で楽曲の一部が公開されてはいたが、ライブで曲の全容を受けたファンからは、エモすぎる、進化した、ゆず、曲の構成がおしゃれなど、これまでのパブリックイメージと異なるゆずの新曲に、称賛の声が上がっていた。また、楽曲リリースと同時に、フルサイズの楽曲視聴と歌詞を楽しむことができる、夏物語ビジュアライザーも、ゆず公式、YouTube チャンネルにて公開。その静止画にも石原は出演しており、港の工場地帯を背に切ない表情でフェリー上に佇んでいる様子が描かれている。さらに合わせてゆずの新アーティスト写真も公開。横浜みなとみらいに春複合施設ハンマーヘッドで撮影された夏物語の世界観とリンクしたスタイリッシュなビジュアルとなっている。